猫が誤って子供を引っかき、パニックに陥った親によって衝動的に走行中の車から投げ出され、地面に落下して重傷を負い、命に関わる怪我を負った。数時間日光にさらされ続けたため、この弱々しい命は体力も水分もほとんど使い果たしてしまった。幸運にも、この緊急事態を知った心温かい女性がすぐに現場に駆けつけてくれた。彼女は猫にそっと近づき、まず慎重に生命兆候をチェックし、その胸は心臓の鼓動が弱いことを表しており、輝きを失った目は希望を失っているようだった。暑い夏の日、一分一秒が生死の分かれ目となるこの時、彼女は即座に決断し、子猫を慎重に運び、移動による怪我を最小限に抑えようとした。女性は子猫を優しく抱きかかえ、その弱い体を感じながら優しく撫で、栄養価の高いキャットフードをゆっくりと与えた。まるで生きる希望をつかんだかのように、猫は貪欲に飲み込み、それは人々に感動を与える微妙な生命力復活のサインだ。それを見て、女性は猫に温かい新しい家を与えることに決めた。彼女は猫が快適で安全な療養生活を送れるよう、用意されたケージに慎重に入れた。この瞬間、捨てられた絶望から再生の希望へと、猫の運命は親切な行為によって完全に塗り替えられ、愛情に包まれた新しい生活が始まろうとしていた。猫は好奇心と一抹の不安を瞳に輝かせながら、女性によって慎重に家の中に運び込まれ、その温かさに次第に緊張がほぐれていった。彼女は水道の蛇口を開け、倒れないように片手で固定し、もう片方の手を泡に浸して毛を優しくこすった。最初は少し抵抗していた猫だったが、女性の優しい言葉と愛撫で徐々に慣れていき、この特別なお風呂を楽しむようになった。洗い終わると、彼女は猫を大きな柔らかいタオルで優しく包み、濡れた毛を隅々まで丁寧に乾かす。猫が歩き回っている間に寄生虫に汚染された可能性があると考えた女性は、駆虫治療を行うことにした。彼女は猫用の安全で効果的な駆虫薬を選び、説明書に従って慎重に使用し、その後の数日間、健康で安全であることを確認するために状況を注意深く観察した。掃除と駆虫の後、猫はお腹を空かせているようだったので、女性は特別に豪華な歓迎のご馳走を用意した。猫は餌を見るや否や、すぐに目を輝かせ、素早い足取りで餌入れに駆け寄り、まず餌の匂いを嗅ぎ、それから大きな口で餌を食べ、時折感謝の気持ちを表すかのように女性を見上げた。すべてのプロセスを通して、彼女は忍耐と愛情に満ち、一つ一つの行動は優しく繊細でケアと安心感で満たされるようにした。愛情に満ちたこの新しい家で、猫は身体的なケアを受けただけでなく、家族の一員であるという温かい感覚を得た。これからはもう、路上のかわいそうな野良猫ではなく、温かいシェルターに保護された幸せな猫なのだ。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。